お母さんにたくさんネギ料理を作ってもらいます。2月3日、横浜市緑区にある新春里山交流センターでネギの収穫と試食を楽しむイベントが開催されました。地域の農産物の魅力を知ってもらおうと、新春恵みの里発展会と近隣の農家が協力して行われたイベントです。参加者は交流センターの近くにある畑で土を掘り起こし、1グループにつきおよそ2キロずつ長ネギを収穫していきます。できた。長ネギの収穫を終えたら炭火を起こし、早速丸焼きにしてその場でいただきました。柔らかくとろりと甘い味わいが特徴という長ネギを楽しみながら、地元の農産物に親しんだ様子でした。ネギ掘り楽しかったです。子供も普段食べないんですけど、ネギを食べてたので嬉しかったです。夏野菜から冬野菜までいろんな野菜を育てていて、土曜日も朝一でいろんな野菜を販売してたり、また今日の体験以外にもいろんな体験を行っております。ぜひ皆様のお越しをお待ちしています。いっぱい持って帰ってお母さんに作ってもらいます。